チャオ、あっちゃんです。あっちゃんです。仕事楽しいですか？はい、ということで、みんなね、仕事をしてると思うんでね。で、まああのね、主婦さんは主婦業っていう仕事をしてると思うんだけどもね、みんな大体仕事はしてると思うのよ。で、まあ仕事してない人って世の中そうそういてないとは思うんやけど、仕事楽しいですか？楽しないよね、正直。楽しい仕事ってなかなかないよね。で、まあ仕事やから、お給料もらうから、なんていうの、お給料は、何だっけ、我慢手当ってよく言う人おるけど、ほんまにそうなんかなって。我慢してすることなんかな。この世の中ね、仕事を楽しんでる人っていてんのよ、やっぱり。で、でも楽しくないよね。どうしたらいいと思う？って。簡単なことやねんて。つまらないよ、面白くしたらいい。は？って今思えんだ。思ったでしょ？あっちゃんも最初これ見た時そう思った。つまらないよ、面白くてどういうことよって。だから、もうこれはね、つまらないよ、面白くっていうのは、もうおまじないのように自分で口ずさむ。つまらないよ、面白く。つまらないよ、面白く。じゃあ、言いましょう。まずつまらない。パズル好きな人いてるでしょ？パズル楽しいですか？はっきり言います。苦痛です。何が楽しくってね、あんな写真を細切れにしたものをね、探し出して組み立てていくのが楽しいの。苦痛や、何者でも。もう1万ピースとかなってたら、お前はぁーみたいになってしまうやん。その1万ピースが海の絵とかやったらもう泣けてくるでしょ。どれがどれかわからんなってくるでしょ。でも楽しいよね。そのつまらないのが楽しいのよ。つまらないのを楽しくしてるんよね。そう、出来上がりを出来上がりをこう夢見て、こんな絵ができるんやって楽しむ。何しようかな。あっちゃん模型が好きやからけど、プラモデル楽しそうに、プラモデル作って遊んでるように思うけど、プラモデルってはっきり言って苦痛なのよ。車屋さん、車屋さんから言った方がいいな。車屋さんってね、車をいじくる仕事が楽しいって言うけど、楽しかったらみんな車屋してるよ。楽しいと思ってんのはやったことないやつ。実際車屋の仕事しとったら、夏は暑い、冬は寒い、物は重たい、ですぐ怪我する、で落としたらえらいことになる、で命乗せてるからお客さんに対する重みもすごい、いろんな苦痛、もう 3K4K5K6K の仕事って言われた、もう車屋って言われるよね。きつい汚い、きつい汚い、厳しい臭い、何て言う、悩ませだ、なんとかで給料が安い、もう最低な仕事やって言ってもええぐらいきつい仕事やねんね。でもね、それを楽しくやってる人もいてるし、いや苦痛と言いながらやってる。何かやったら苦痛じゃなく、それを楽しく、つまらないものを面白くやってるんよね。じゃあプラモデルは面白いんでしょと思うけど、はっきり言います。車やしとる、車やしとったあっちゃんが言うねんけど、仕事の延長です。はっきり言って、仕事で車をシコシコ磨いて、で綺麗に仕上げて、まあ、塗装なんかやったらね、ボディシコシコ磨いて、でパテ埋めて、で平面鳴らして、で下地打って、綺麗に色塗って磨いて、お客さんに満足してもらう。それが仕事やねんけど、やってることちっちゃいだけど同じことやんのね。何が楽して仕事の延長、お金払ってやらなあかんのって思ったら、もうプラモデルなんか何も思んないのよ。でも自分が作ってる、いじってる大きな車、実車乗ってる車をギュッと小さくしたものを作って、自分のデスクトップに置くとか、めちゃくちゃええやん。その完成形を夢見てね、ね、こういうの作るんだけど、まあ、こういう、これでもせん、これトミカやんだけど、これをね自分で作るとしたら、シャーシとボディとガラスとタイヤとかを別々の部品を組み立てて、うん、終わりじゃない、塗らなあかんねん、黒と白塗り分けやなあかんねん、でガラス消す、塗ってあかんねん、傷つけてあかんねん、ボディの塗装、実車よりもちっちゃい分、ムラムラは1分の1より24分の1したら、ボコボコ、塗装のボコボコは同じやから、そう、24倍、1ミリのデコボコが実車で1ミリ言ったらかなりやな、 0.1 ミリ言ったら、それでもやっぱり歪みが見えてくるのね、実車やと。ほんまにツルンとしたらあかんねんけど、その
1ミリの1ミリなんて歪みあったらそんなもん目に見えてお金もらえへんレベルでね。でも1ミリもし歪みがあって、これ64分の1やけど、ってことは6センチ、こんな歪みになるわけよ。実写で言ったらそんなボコボコやから、もっと実写以上に磨かなあかんねん。靴以外何者でもないけど、それが楽しいのよ、磨くのが。しかし磨くのがね、変態の領域やねん、はっきり言って。模型とかね、趣味ってそんなもんなんよ。でじゃあテニスのサークル入ってます。テニス、暑い中寒い中走り回って筋肉痛になって、球を追っかけてね、ラケットで打つだけの仕事、何が楽しい？いや、それが爽快感、どこに飛んでくるかわからんボールを打つ、楽しいよね。それと一緒で、楽しくするから楽しいけど、それが楽しくない人は楽しくないよ。要はどれだけ自分が楽しくそれをするかやと思う。だから仕事もそうやね。だから仕事楽しんだもん勝ちやとあっちゃうもんね。はっきり言います、 YouTuber っていう仕事してます。YouTuber っていう仕事、楽しいのか苦痛なのかやったら、まあ苦痛の方が多いね。なんでね、まあ仮に、まあ、ご飯食べるだけの YouTuber、 あっちゃんはいろんなことやってるけども、ご飯食べるだけの YouTuber って言って、それだけでも何百万人登録あって、月100万円超えて、100万円どころじゃない、何百万って稼いでる食べるだけ動画を出してる人もいてんのよ。でその中で食べるだけいいな、食べるだけでお金儲けてって思うけど、その食べるんでもやっぱり食べ方一つ、綺麗に食べやんと文句言われるとか、大食いしゃな文句言われ、もう大食いしてなんぼ、大食いするためにた自分の体も壊しながらやったり、そんなことやってね、苦痛以外に何者でもない。でもそれで再生を取らなあかんっていう苦痛の中に成り立ってんだけどね。はっきり言ってそんなことしとって、もうご飯食べるだけでも叩かれるよね。食べ方が汚いとか、手箸の持ち方が汚い、茶碗の持ち方、肘ついてる、服が汚い、家が汚い、関係あらへんがな、お前らどこ見とんねんって感じなんだけどね。そうやってぶっちぇ切れるけども、それも抑えてニカニカしながら、いつも見てくれてありがとねー言わなかったから、苦痛が何もないもんね、 YouTuber なんか。でもそれを食べるだけじゃなく、食べてみんなと話して、カメラ向かって、カメラの向こうには視聴者さんがいて、視聴者さんが喜んでくれてるって思ってやってたら楽しくなってくんのよ。編集でもじゃねえ、削って何分に収めて、そこの編集入れて、画面切り替わり編集入れたり、効果音入れたり、文字入れたり、そういうカットイン入れたり、ピーンピー入れたり、いろんなことしていって編集して、1本の動画、まあ例えば30分撮りました、30分の動画を8分ぐらいに縮めますって言うことたら、22分切って捨てやなあかんねん。それも、もう8分、残りの22分切って捨てれたら簡単やけど、これをブツ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 って切ってギュッと押しても、撮っただけの動画をみんなに伝わるように作らなあかんから、結構カットするだけで難しい。そこに喋った言葉を聞いて、聞いた文字を文字に起こして書いて、その文字も、文字によっては色変えたりとか、文字の出し方変えたり、フォント変えたりとか、大変なんよ。それだけでも2時間3時間かかんねん。そこに効果音入れたりね、 BGM 入れたりとか、 BGM の音大きかってもうるさいって文句言われるし、ちっちゃかったら聞こえへんって文句言われるしね。で、喋っとる声がちっちゃいだ、声も張らなあかん、なったら外の雑音がうるさい、マイクの機材も変わる、もう靴以外何もでもないよ。もうそれ喋るとだけでいいってなってて、もうこんな YouTube いらんわって思ってまう。でもそうじゃなく、みんなが喜んでくれとるために私はこうやってるんだよって楽しくやったら、めちゃくちゃ楽しい仕事なんや、 YouTuber。 あっちゃんは YouTuber 今楽しいんですよ。めっちゃ楽しいです。はい、楽しくってね、仕方ない。もうこんな仕事でお金もらってもいいのかなっていうぐらい楽しい。そうやってやると楽しいんだけど、ふっと気を抜く。あっちゃんもやっぱりちょっと精神が落ちる時があって、ふと精神が落ちた瞬間に、 YouTuber なんてやってられんわって思う時何回もあるよ。こんなんやったら普通に働く方がマシやなって、まあ、普通に働くって言い方もおかしいけど ね言うてみたらね、言われた作業を言われただけして、時間が来て、時間が来たら終わり、時間に行って時間が来たら終わり、そんな仕事方がどれだけ楽かなと思うんだけど、それで決まった給料もらえんねんからね。あっちゃんはやったらやらんか、やったらやっただけで、やらんかったら給料ゼロやからね。そんな仕事についてるけど、それと天秤にかけても楽しいんよ。その楽しいからあっちゃんは YouTube をやってる。だから楽しいっていうのは自分で作っていくだけでも、これをちょっとね、精神がふって抜けた時に、 YouTuber なんて楽しくないからぶち投げたくなる。それを思ってしまったら楽しくない。
どんな仕事もそう。あっちゃん車屋さんしとった時もそうやし、まあ、他アルバイトでいろんなアルバイトしたけどね、若い頃にね、ある程度の年だったかもしれないけど、もう18からは車一本でやってきたけども、やっぱりね、ふっと気抜いた瞬間に、なんでこんな仕事してんだろうな、嫌なってくんな、もうぶち投げようかなって。もうこんなんやったら、もうはっきり言ってね、あっちゃん31から会社の代表を持って、44、5ぐらいまで代表してたんよね。5ぐらいまでか、代表してたんよね。45、もうちょっとやってたから、いやそんなもんか。はっきり言うて人に雇われた方がいいわってどれだけ思ったか。もう寝ても覚めても仕事仕事で、資金繰りで、お客さんのクレーム対応、うちの社員の育成、会社の環境、明日こんなんじゃな、いつまでにこれじゃな、あーってなってたよね。でもお客さんの前では、はい、ちゃおあちゃんよ、これもう職業病やねこれね、はい、いらっしゃいませ、ね、今日何時ましょうみたいなね、はい、わかりました、並んで仕事しとったんやけどね、プッてスイッチ切れた瞬間に、あーなんでこんな仕事したんだよなって思ってたのいっぱいあったよ。今やから言うけど、 YouTube も一緒だからね、楽しいは自分で作るもんやと思うね。で、今の仕事をどれだけ楽しくやるか、どんな仕事だって楽しい一面があると思う。その一面を見て楽しく仕事をすると仕事は効率よくなる。効率よくなれば、仕事の効率が良くなったらそれだけはかどる、はかどったらはかどるだけ利益も増える、利益も増えたら給料も増える、給料増えたら楽しいことも増える。そう、自分が楽しめるか楽しめへんかで給料は変わると思う。だから仕事は楽しむべきやとあっちゃんは思います。ではまたね、バイバイ。まあ人生楽しんだもん勝ちです。何事も楽しみましょう。またこんな話します。今日のあっちゃんの、お話良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。めっちゃ楽しい YouTuber、 これからも続けていきます。